ちょうどいいところに。ちょっとついてこい。いいから早く。見てわからないのか。決まってるだろ、監視だ監視。聞くところによると、今日はバレンタインデーとかいう催しらしいじゃないか。思いを寄せる人にチョコレートを渡して思いを伝えるだっけ。まあ細かいことはどうでもいいんだ。問題はそんな浮かれた催し事にかこつけて姉上に言い寄る輩がいないとも限らない。いや、必ずいる。だってあの姉上だぞ、あの姉上。今こうして遠くから拝見してる僕ですら、もう辛抱たまらないのに。僕の姉上に心奪われない奴がいるもんか。から消すことになりそうだな。かわいそうだが姉上のためだ。むっ、見ろ、早速来たぞ。あの顔色の悪い田舎女か。いつも姉上に慣れ慣れしくして、姉上を誰だと思ってるんだ。僕の姉上だぞ、僕の姉上。くそ、また姉上と楽しそうに戯れやがって。あっ、姉上の髪に触れやがった。後で食事に毒でも混ぜてやる。だから許せないんだよ、あいつは。あ、また来たな。確か吉成の息子だったか。僕は知らないけど、あいつの弟も姉上のお気に入りだったとかなんとか。森家のくせに生意気だぞ。なんか顔怖いし。姉上の姪もか。姉上の姪だけあって確かに似てるところもあるけど、姉上には全然及ばないな。僕のお菓子をいつも食べちゃうし、怒ろうにもなんか言い返せないんだよな。越後の田舎大名まで。姉上にかなうわけないのに態度だけはでかいよな、あいつ。後で塩と砂糖すり替えてやる。いや、なんでもない。もういい。僕は帰る。ついてきたのか。なんだよ。僕なんかに構わないで、お前も姉上のところに行けよ。
姉上の周りはいつだってああなんだ。華やかで活気にあふれて、僕なんかが入り込む余地なんてない。僕なんかがな。なんだこれ、もしかしてチョコレート？変なやつだな、お前。こんな僕にチョコレートって、うん、ちょっと待ってろ、後でお前の部屋に行くから。お待たせしました、これをあなたに。ええ、昔狩りのためにモズを飼っていまして、これだけは姉上にも褒められたんですよ。モズを使った鷹狩りとは見事だってね。さっきあなたにもらったチョコレートを見てふと思い出したんです。あなたは不思議ですね。あの姉上が目をかけるのも無理はないかもしれません。本当に。ですが、勘違いしないでくださいよ。姉上の一番の理解者はこの僕。あなたはあくまで二番なんですからね。僕以上に姉上を理解できる人間なんて、この世には存在しないんですから。そりゃあもう僕の姉上ですので、うん、本当変な人ですねあなたは。まあ今僕がこうして姉上と一緒にいられるのもあなたのおかげではありますし、感謝はしていますよ。感謝しています。改めてこれからもよろしくお願いしますね、マスター。今その一歩踏み出して扉を押し開けて大丈夫、その願いが近く